ジェジュン早期の声も、中島健と、ドキンパツサラサラヘアーに激変、FNS 歌謡祭、東方新規とコラボ荒れるタイムレファンを収められるか。7月3日、大型音楽特番、FNS 歌謡祭夏、フジテレビ系が放送される。番組公式 X、旧ツイッターでは、出演アーティストからのメッセージ動画が順次公開されていて、3日朝には中島健と、 30が登場した。中島は、FNS 歌謡祭で東方新規とコラボすることが発表されており、ハッシュタグ、ハッシュタグ東方新規ィーかトレンド入り。また、そのビジュアルにも大きな注目が集まって、中島さんは7月19日スタートの連続ドラマ、所詮他人事ですからとある弁護士の本音の仕事、テレビ東京。 で、金髪パーマの弁護士を演じるため、5月26日に行われたオンラインファンミーティングの時点で金髪にイメチェンしていました。その後は、センター分けやウェーブが勝ったまなど、複数のバリエーションで金髪姿を披露していましたが、今回の FNS のメッセージ動画では、マッシュショートの金髪サラスト、サラサラストレート姿を披露し、ファンを沸かせているんです。 金髪であることがはっきり目立つマッシュショートで手触りが良さそうな本当にサラサラした前髪を斜めに流しているヘアスタイル。そして眉毛はいつもより太い描かれている感じです。主演ドラマの撮影は8月中旬まで続くと言われていて今後も金髪のバリエーションが増えるかもですね。女性誌編集者中島の金髪サラサラストレート姿には 見たことない感じのケンティー来た。金髪ストレートが斜めに流れてる。金髪美女やっぱ、ケンティーかっこよすぎるよ。FNS も楽しみだ。か、かっこいい。黒髪も金髪もどっちも好きだから嬉しい。さらすと金髪美女良すぎて、もう声が出なかったよ。といった声が多く寄せられている。さらには、今回コラボする東方新規の 元メンバーのジェジュン38つの名前を出して、今のケンティーの美女が当時のジェジュンを思い出させるような美女なので、金髪さらすという2期、中島ファンのこと増えるのではと思っております。ケンティーの髪色髪型はジェジュンのこと意識してます、といった声もある。ジェジュンさんは現在、公式サイトに金髪パーマでセンター分けのアーティスト写真を掲載しています。 すでに中島さんに雰囲気が近いんですが、2010年、当時24頃は、今回の中島さんと同じく前髪を下ろしたマッシュショート姿で、さらにそっくりだったんです。全道中島は以前から東方新規のファンを公言していて、今回の FNS 歌謡祭では東方新規の楽曲、呪文ミローティックとスタンドバイユーをコラボ歌手る。 東方新規は2004年に5人組ユニットとしてデビューするも、09年7月にジェジュン、ジュンス、37ユチョン、38の3人が所属事務所に対する専属契約効力停止の訴訟を起こし、その後脱退。2011年1月からユンホッハ8とチャンミン、36の2人組ユニットとして再起した経緯がある。呪文、ミローティックと、 スタンドバイユーはどちらも5人時代を代表する楽曲のため。ケンティーはゴトン5人時代からのファンだから、いつかジェジュンとのコラボも見れたら嬉しいな。この2曲をまた地上波で見れるなん。嬉しいケンティー。んの言葉もとても素敵で温かくて。呪文もスタンバイユーも東方新規5人にとってとても分岐点となった大事な曲だよ、そんな。 大切な曲をケンティーと一緒に歌おうと決めてくれてありがとう東方新規そしてケンティーもその期待に依頼ようとしてくれてありがとう。などなど中島とのコラボに注目東方新規ファンの声も多い。一方で中島にはこんな意見も中島さんは3月31日にセクシーゾーン現タイムレを脱退してから好感度が落ちてしまっているところがあり 推しの子の主題歌の話など、ファンが荒れる話題も多い。今回の東方新規のコラボにも、反発するファンは言っていますね。うん、ワイドショー関係者。中島はシンガーソングライターの北に立つや、28とタッグを組み、特別ユニット、ジェム、としてテレビアニメ、推しの子、第2期、東京 MX ほか、7月3日から、のオープニングテーマ、ファタールを発表している。 好意的な声は、セクゾから脱退してわずか3ヶ月ほどで、他のアーティストと大きな作品でがっつり組む姿勢や、東方新規との FNS コラボも発表されていたことから、コラボの連続に疑問を抱く群れファンも多いのだ。中島さんはセクゾ脱退発表時に、一人のアイドルとして、一人の役者として、とコメントを寄せていましたから、ソロアーティストとして活躍していく。 と考えていたファンも多かったんですよね。そのため、脱退してからの中島さんにコラボが続く現状に疑問や寂しさを感じ、反発するタイムレウのファンもいると。ただ、中島さんは現在もファンをとても大切にしているし、東方新規には熱い思い入れもある。FNS 歌謡祭では素晴らしいパフォーマンスを披露して、 もやもやを抱えてファンの気持ちを晴らすこともできるのではないでしょうか。全道中島は今回の FNS の告知動画にて、東方新規さんと同じステージの上で、僕の大好きな歌を歌わせていただける。本当にアイドル冥利に尽きると思ってますので、精神誠意パフォーマンスをさせていただきたい。と熱い意気込みを語っている。似合いすぎる金髪ヘアーで、 最高のパフォーマンスを見せてほしい。中島の髪型には、ケンティの髪色髪型は、ジェジュンのこと意識してます。サラスト金髪ケンティも、のすご、美しすぎない、などの声が多く寄せられている。同じく金髪のジェジュンとは、確かに似ているような。